こんにちは。はい、こんにちは。ということで、今回はですね、恋愛カウンセラーが入学150日で月商470名を達成した秘訣ということで動画を撮っていきたいと思います。新井さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いしはい、おま願いいたします。まず最初ちょっとね、今回新井さん実は2回目のですね、ご出演という感じなんですけど、また改めてお名前ちょっと伺っていきたいなと思うんですが、はい、はい、お名前の方を教えていただいてもよろしいでしょうか。カウンセラー名は新井美優です。はい、はい、新井美優さんですね。はい、そして、今活動されていらっしゃって、で今の、ご活動内容はどういった形になりますでしょうか。恋愛カウンセラーです。恋愛カウンセラーと、はい、恋愛カウンセラーですね。はい、で実はですね、以前動画をね、撮らせていただいた時、まあ、過去の、ね、YouTube の動画にもあると思うんですけども、うち入学2ヶ月目で月商で確か200万ぐらいでしたよね、以前。そうですね、はい、で今そこからまた時が経ちですね、なんと、先月に入学なんと5ヶ月目で、まあ、大体150日ぐらいで、うちの学科に入られてからですね、まあ、期間は5ヶ月というところなんですけども、今、ちなみにうちの SYK のですね、学科に入学いただいて、なんかきっかけっていうのはどういったあたりでしょうか。きっかけはインスタで北野さんを紹介している方を見て。なるほど、なるほど。インスタで北野を、はい、北野を知ってる方からも紹介をされたと。なるほど、なるほど。かしこまりました。で、そっからなんかあれですかね、僕の YouTube とかを最初見てくださって、ね。そうです、そうです。ね、はい、はい、はい。見ました。で、あと YouTube ライブにも行きました、ね。あ、YouTube ライブですね。はい。を見てっていう感じですかね。で、そっからお問い合わせをいただいていた感じですかね。はいはい、ありがとうございます。今、まあ、タイトルにもある通りね、まあ、すごい結果を出されているわけなんですけど、新井さん、今、5ヶ月目にして、先月か、7月の、売り上げが、どれぐらいでしたでしょうか。476だっけ、72だっけ。だいたい470万前後っていうことは、定かではあるということですよね。はい。1の位がちょっとあやふやと。いや、すごいですね。470万、もう約500万っていう売り上げを実際上げられてるわけですけども、ちょっとね、まあ皆さんも多分タイトル見て、詳しいところちょっと聞いていきたいっていう方多いと思うんですけど、そのまず、そうですね、集客面からまあちょっと聞いていきたいと思うんですが、今使っている集客媒体って何使ってますかね。集客は、はい、インスタと、インスタと、LINE、公式 LINE と、はい、LINE アット、うん。と、ブログと、ブログ。このブログはあれですかね、アメブロですかね、それともワードプレス、はい、アメブロです。アメブロ。はい、それと、あとメルマガも。メルマガもやっていると。はい。素晴らしいですね。で、まあ、結構ね、シンプルだなって思う方もいらっしゃると思うんですけど、こっから実際に今、LINE アットのお友達数って何人ぐらいいらっしゃいますかね。そうなんですよ。それを最近事実を知ったのが、はい、意外と。400、それもね、460ぐらいだった。大体460リストぐらい。はい、そのぐらいでした、確か。で、まあ、460リストぐらいあって、まあ、売り上げで大体まあ470万ぐらいなので、まあ、基準値はちゃんと満たしてるって感じですね。まあ、LINE アット100リストいれば、まあ、100万ぐらいの、売り上げが上がる見込みがあるっていう、まあ、それ通りになってるなと思うんですけども、実そうか。そうですね。だから、まあ、ちゃんと、マーケティング的にはうまくいってますね。はい。素晴らしいです。そうですね。なんか、実際に売れるまでの流れとして、例えば、LINE アットからどういう流れで、実際売り上げになってるんですかね。その流れ的なとこ、セミナーなのか、それとも無料相談なのか、とかも聞いていきたいんですけど。最初は、セミナーをやったんです。一番初めの頃はセミナー、ズームセミナーですかね。はいはいはい、うんうん、で入っていただいたんですけど、先月は、無料相談にしてみました。なるほど。セミナーやらずにもう無料 でしかも最近ね、コロナ一応対面とか難しいから、お電話、うん、はい、電話で、ズームがいいって人にはズームをしましたけど、無料で個別相談にしてみました、うん、なるほどですね。無料個別相談でって感じですね、はい。まあ、もしくは Zoom でも1対1のマンツーマンの個別で、はい、うん、個別相談でもうそこからもうご制約をご契約をいただいてっていう感じですかね、はい、はい、素晴らしいですね。もう王道の流れっていう感じなんですけども、はい、すごいですね。実際今ってこれも差し支えなければざっくりとで構わないんですけど、商品単価って今どんな感じですかね。商品は、まあ、いろいろあるんですけど、細かいのも入れると、いろいろカウンセリングとかもあるんですけど、はい、メインでは、やっぱり、コ
講座と、その恋愛成就するための講座っていうのをやっていて、それプラス先月はその講座を使って自分もカウンセラーとかになりたいなーっていう人にも、ちょっともう少しバージョンアップして、コンサルもつけますって言って。あ、なるほどですね。じゃあ大体商品単価の相場としてはどれぐらいの価格帯で今販売？そのコースが半年のコースを、30万台で出していて、コンサルつけますの方は50万台で出してます。コンサルサポート付きの方で50万と。まあ、定価もちょっと高く出してはいるんですけど。なるほど。っていう感じですね。じゃあこれで、じゃあ実際に、販売価格で言うと大体まあ8件から9件ぐらい。そうですね。あともう一つ、なんかちょっと、なんていうの、継続カウンセリングみたいなのも、まあ、10万円台とかのもあるんですけど、まあそういうのも込み込みで、そういう感じです。なるほどですね。今ちょっとお伺いしてと思ったのが、やっぱりこの新井さんのやっぱ成功の秘訣って、まあ、もちろんね、ある程度高単価な商品をある程度最初は売っていくっていうのもそうなんですけど、商品ラインナップっていうのをある程度、継続コースであったりとか、コンサル付きバージョンとコンサルなしバージョンっていうんで、ある程度分けられてるってところも結構成果の秘訣かなと思ったんですけども。そうなんですね。はい、まあ、結構そう、新井さんも天才なんでね。はい、でもこう結構この間も実践会で僕も話したんですけど、やっぱ商品ラインナップがやっぱり多ければ多いほど、例えば、A っていう属性のお客さんに対しても B っていう属性のお客さんには B の商品を、じゃあ C を求めてるお客さんに C の商品を提供できるっていう形で過不足なくニーズを満たしていくことができるんで、まあ、その分売り上げっていうのは今まで取りこぼしてたお客さんも作ってあげることもできるから、まあ、全体として売り上げを最大化が図ることが実はできるんですよね。そうなんですね。そうなんです。ぜひこの動画で見てくださって方も、なんか商品のね、このラインナップ、まあ、例えば初級編とか中級編、よくみんなやるのは結構、中級編しか売らないみたいな方いるんですけど、初級、中級、上級とか、まあそういう松竹版みたいなね、形で結構提案していくっていう、すごい結構ありかなと。はい。そうなんです、ね。なんかコンサルみたいな感じになっちゃいましたけども、あ、そうですね。ちなみに、はい、結構いいですよ。で、新井さん自身が何か集客とか、まあ、営業の時とか商品設計の時とかになんか意識されていることとかってどういったあたりですかね。私は割と、その内容とか、カウンセリングのことでもそうなんですけど、聞かれたことを結構全部答えちゃう。なるほどなるほど。そう、実際にその無料相談とかでも、もう本当に本物のカウンセリングぐらい結構答えちゃうんです。なるほどですね。はいはいはい、はい、はい。なので、多分、それがいいのかなっていうんでしょう。まあ、でもそれによって、ある種 その信頼関係っていうところがやっぱしっかりと構築されてるから、高額でも売れてるっていうのはやっぱりあると思いますね。その無料プレゼントも結構もう本当にカウンセリングのテキストに匹敵するぐらい結構分量を27ページも作ったんですよ。もうすごいですね、ボリュームが。はい、なのでそれも結構分量あるので、それを見ていただいて入ってくださる方もいるから、やっぱね、この無料オファーとかプレゼントもそうなんですけど、事前のこの価値提供っていうのもね、結構重要で、まあ、新井さんとかはね、実は今日ね、動画最後の概要欄にね、新井さんの LINE も一応貼ってあるので、皆さんもぜひ参考にしておいてほしいなと思うんですけど、新井さん自身その無料プレゼントがめっちゃボリューミーで、大好評ってところで、まあ、そこでしっかりとお客様の心を掴んで、で、もっと、深く学びたいなとか、まあ、皆さんもね、いろんな業種されてる方いらっしゃると思うんですけど、そこからも最終的に契約につながったりとかっていうね、流れになるんで、特にこれからの時代って、今までだったら逆に商品の中身ほとんど見せずに、こういう未来が手に入りますよっていう、それでも売れた時代っていうのがあったんですけど、これからの時代ってもう商品の内容も先に見せちゃうと。もう先に見せちゃって、一部というかもう僕らの場合も半分ぐらい見せてますけども、YouTube とかね。見せて、それで納得していただけたら購入いただくみたいな。そんなイメージです。なんか全部、全部出しちゃうっていう。先に、まあこれね、もう名付けるとしたら、まあチラ見せ戦法ですね。もう先に商品ちょっと見せちゃうっていうね。チラ見せ戦法。そんなに出してくれるんなら入ろうかなみたいに思って、そう、逆にね、商品の内容が全く分かんない状態で商品買うって多分不安じゃないですかっていう話なんですよね。そうですよね。そうだ、こういうところは結構やっぱ重要です。今うまくいってるね、ビジネスとかも大体
これですよ、なんかネットフリックスとも初月無料でネットフリックスログインして、うん、あこうなってるんだ、じゃあ翌月も課金しようかなみたいな、うん、っていうイメージですよね、うん、そう、チラ見戦法が熱いと、はい、いう感じですね。でちょっと次にねお伺いしていきたいのが、実際新井さんってうちのスクール入る前は実際どういう状況だったのかとかも聞いていきたいと思うんですけども、うん、あのうちのスクール入ってから今バンバン集客されてると思うんですけど、スクール入る前とかって、うん、集客面とかってどんな感じだったんですか？LINE アットをほとんど使ってなくて、おっしゃってましたね、なんか LINE アットを全く使わず、そう、で一応持ってはいたんですけど、なるほど、じゃあもうメルマガ1本みたいな、ほぼメルマガからほとんど来ていただいて、まあ、インスタも上げてはいたんですけど、なんていうのか、ちょっと素人感があったのかな。じゃあインスタも一応独学でちょっと投稿してたみたいな。一応文字投稿みたいなのをちょっと学んだのでそれでやってたんですけど、なるほど、そのプロっぽさがなかったっていうか、なるほどですね、ちょっと見よう見まねでやってはいたけどみたいな。そうなんです、だからそこから LINE に流れるっていう流れは作ってきてなかった。あ、なるほど、まあ、LINE 集客までの動線ですかね、うん、集客までの動線とまでの動線、全部個別にバラバラみたいな感じですね。あ、なるほど、つながってなかった感じ。なるほどですね。それがうちの学科に入ってからその LINE を軸にしたそのシームレスにその、まあ、いわゆる、ネットワークですかね、その動線、インスタからも LINE とか、まあ、LINE からの販売までのこの動線、点と点を線に結ぶ動線ができてってところですかね。 LINE までの動線、 LINE は LINE ってこうやって使えないんだ確かに LINE までつなげて、そこからさらに LINE からどういう風にしていけば購入まで、さらに、誘導していくことができるのかっていうあたりとかもありますよね。LINE、うん、ってそのいっぱい流さなきゃいけないのかなっていうイメージがあったんですけど、うん、そういうのあんまりたくさんなくても大丈夫なんだなって思いました。あ、そうそうそう、意外とね、あの毎日別に配信すると逆にブロックされちゃうっていうね、うん、なんかそういうイメージだったんですよ。なんかメルマガは毎日配信ですごい大変だったので、はいはいはい、書くのがね、うん、LINE まで手が回らないなって思ってたんですけど、逆にいいんだって思って、うん、夢から鱗っていうか、そうですよね。結構じゃあ LINE アットもやりながらメルマガを一応並行、同時並行してできてるよみたいな、ね、今は同時に並行して、うん、うん、そうね。だから皆さんもぜひね、今メルマガやってるよって方は、まあ、LINE アットやっていきたいっていう、ね、方結構多いと思うんですけど、メルマガも別にあの、ね、潰さずにそれも活かしながら LINE もやっていくことで、まあ、新井さんみたいに売上の最大化ってことも、ね、十分測っていけるよっていうところですかね。そうですね、なんかメルマガに、うん、メルマガから LINE からどうぞみたいなのも入れられるからそうすると LINE に集まってここに集まってくるイメージ。はいはいはい、そうですね、素晴らしいですね。はい、ではちょっと最後にですね、皆さんに向けて何か新井さんからちょっと一言ですね、まあ、これから、LINE を始めていきたいとかマーケティングをね学んでいきたいという方に向けて、一言何かあればお声いただきたいなと思うんですけどもはい、そんなことでも大丈夫ですなんか私もまだ全然そんなちゃんとできてるっていう感じはしないんですけど、売り上げはねもう上がっていらっしゃるので、あの、うん、本当にでも今なんかとりあえず習ったことの、うん、なんかできるとこからやっていくだけでも全然変わってくるので、全部一度にやっぱりできなかなかできないんで、すごい大情報とかもらってもあのついていけなくて、ね、だけどできるとこからとりあえずなんかこなしていくと、うん、やっぱりどんどん変わってくるので、まず焦らずに着実に、うん、本当やるとそれが本当に結果になるので、なんかすごいなって、うんうんうん、なるほどですね。まあ、いっぺんにね、あの天才じゃない限りいっぺんに全部なんてできないんで、まあ、一個一個焦らずにね、まあ、やっていくと、うん、例えばね、1ヶ月目はまずはインスタートで、2ヶ月目から LINE の配信をちょっとずつやっていてとかって、まあ、ご自身の、ね、ペースとかもあると思うので、一つ一つ着実に、やっていけたらいいかなというところですかね。はい。はい、かしこまりました。で、最後にですね、今回、まあ、あの、新井さんのですね、LINE アットされていらっしゃるんですけど、まあ、新井さんの LINE アットもぜひね、登録していただくとすごい勉強になる部分多いと思います。で、まあ、概要欄にリンク貼ってあるんですけど、今だけ無料でプレゼントがですね、いただけるということで、はい。こちらが、あれですかね、タイトルが、何でしたっけ、新井さん。恋愛とお金のマニュアルには簡単に変えられるっていう、はい、変えられる引き寄せテンプレートマニュアルというのがですね、はいはいはい、概要欄から LINE 登録していただければいただけるということですので、でなんとですね、もうボリュームがすごいと、
はい。そうなんです。ということですね、ぜひ皆さんこちらもね、受け取っていただけたらいいかなというふうに思います。はい、それではね、新井さん本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。